はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムからタカラトミーモールオリジナルランボルギーニカウンタック LP500S です。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのランボルギーニカウンタック LP500S だね。タカラトミーモールオリジナルバージョンです。ボディカラーがレッドのソリッドだね。ちょっと光沢のあるレッドかな。でフロントを見てみるとこんな感じだね。グリル周りもしっかり作られてるね。でボンネットのところにはランボルギーニのエンブレムがプリントされてます。でヘッドライトの部分はクリアパーツだね。で上の方を見ていくとこんな感じだね。すごく細かな作りになっててかっこいいね。で運転席側はこんな感じだね。スーパーカーらしい車高の低いこのボディラインがすごくかっこいいね。でドアのところはシザードアだね。サイドウィンドウも小さいね。で後ろの方はこんな感じだね。リアのテールランプはクリアの樹脂パーツになってます。でマフラーの部分もちゃんとシルバーで塗り分けされてるね。でこういうところにもしっかりプリントが入ってます。で助手席側のデザインはこんな感じだね。運転席側のデザインと同じだね。で上の方を見ていくとリアウィングだね。これは樹脂パーツになってます。でカウンタックって言ったらこのエンジンフードのところだね。すごくリアルな感じに作られてかっこいいね。で開閉ギミックはここにはついてないね。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でシザードアの開閉はついてないね。で内装の方はこんな感じだね。少しベージュのような茶色のカラーリングになってます。で裏の方はランボルギーニカウンタック LP500S 2015年の写真になってます。あ、よく見たらタイヤの前後で幅が違うんだね。リアの方が太くなってるね。でこうやって見てみるとやっぱりスーパーカーらしいフォルムがかっこいいね。でしっかりホイールも作られてて、あ、リアウィングはルーフの部分より高いのかな。でこのワイドなボディの感じもすごく良かったです。箱の方は正面のパッケージにカウンタックのイラストはね。でここにタカラトミーモールオリジナルのプリントがされてます。で箱の側面はこんな感じだね。ここにランボルギーニのライセンスシールが貼られてるね。で裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はタカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムランボルギーニカウンタック LP500S を紹介しました。でこのモデルのスケールは61分の1だね。で今度発売されるトミカプレミアム RS は43分の1だからもっと細かく作られててリアルな感じになるんだろうね。楽しみだね。でこのモデルは発売されてからもう結構時間が経ってるね。タカラトミーモールで購入することができます。やっぱり人気車種なのでタカラトミーモールでも結構品切れになることが多いです。トミカプレミアム RS が発売されるのと同時に手に入れておきたいモデルだね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。